おはようございます。やんちゃです。2021年10月17日17日の朝です。やんちゃですって言ったのは、なんかちょっとやんちゃクラブの動画を見ていて、自己紹介をしたことがなかったのでやんちゃクラブで喋っているのはやんちゃです。どうも。はい、はい、なんかチャンネル紹介動画を作ってくださいみたいなことが YouTube スタジオの案内みたいなところに書いてあって、なんかそのうち作ろうかなという気はしますね。あの始まる時のアイキャッチみたいなやつを作ったらその時にでも作ろうかな。はい、というわけで日曜日の朝ですが、あいにくの雨です。今日はだいたい夕方過ぎぐらいまで 70%、80% ぐらいの降水確率なので、まああんまり晴れることは期待しない方が良さそうですね。なので本当はプチツーリングに行くつもりでしたが、レンタルバイクはキャンセルして、今日は雨が降ってるなりの活動ということになりそうです。だいぶ雨天撮影も板についてきたというかなんか慣れてきた。風が強いですね。この風切り音をよいしょ低減させるモフ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 もこの他のインカム用のやつ、インカム？ヘッドホン？ヘッドホンじゃないか、ヘッドセット、他のヘッドセット用のやつがまあまあいい感じではあるんですけど、サイズがぴったりじゃないので、多分このモフモフの中で空洞ができてしまって若干音がこもりがちという感じなので、後で余ってる部分を切除していい感じのサイズに整えようかなとは思ってます。はあ、なんかふと思い出したんですけど、ちゃんと思い出せちゃんと思い出せなんだっけ、いや屋上活動はその気分転換に良くて、そのなんか今いる状況ごとになんかそういう気分転換のエリアみたいなものが変わるんだなというか、今なんでこの屋上がわしの気分転換の場になってるかといえば、普段家にいることが多いからですよね。あのリモートワークにもなりましたから、なので家からまあ数分で気分転換の場面に転換できるっていうことが大事なわけですね。じゃあその会社勤めとかしてた時、会社勤めは今もしてるんだった会社に出勤してそのオフィスで働いてた時のその気分転換の場所ってなんだっけって考えると、
ちょっと前までですね、2年ぐらい前に1年弱の間、池袋のサンシャインシティ、いわゆるサンシャイン60っていう、あれ今でも日本一高いのかな、忘れちゃった、少なくともわしが子供の頃は日本一高いビルだったはずですけど、サンシャイン60っていうでかいビルと、まあ、そこに連結された形で10階建てぐらいのワールドインポートマートビルっていうのはあるんですけど、まあ、それ含めてなんかサンシャインシティとかっていう、まあ、でかいビル施設なんですけど、そこのなんだっけ、ワールドインポートマートビルのほぼ最上階に近い階に会社のオフィスが入っていて、そのビルのですね、上のフロアがサンシャイン水族館もう階段を上がるとサンシャイン水族館なんですよ。でサンシャイン水族館は最上階で、でさらに上の階に上がるとその屋外の水族館になってるっていう面白い水族館、ビルの中にあってしかも2階建てっていう、まあ面白い水族館だったんですけど、それが真上にあってでそこで勤めてた時はですね、もう初日かその次の日にそのサンシャイン水族館の年間パスを買って、もう仕事中ですね、なんかもう乗らないなみたいな時は階段を上がって水族館にインするっていうあれも結構良くてですね、うん、やっぱり瞬時に魚のところに行けるっていう、魚だけじゃなくてちゃんとペンギンもいましたからね、はい、いや良くないですか、仕事中にうおーってなったら水族館にすぐ行けるって正直池袋の駅からサンシャインまでって結構距離があって、通勤的にはちょっとだるいなと思ってた部分かなりあるんですけど、水族館にすぐ行けるっていうあの状況自体はすごく好きでしたね、うん、そういう意味ではそうだな、なんか池袋の前は虎ノ門だったんですけど、で虎ノ門の前は銀座かな、まあ、そんな感じで働いてる会社は変わんないんですけど、なんかオフィスはコロコロ変わってて、虎ノ門の時は別に何も切り替えるものがないっていうか虎ノ門自体がもうオフィス街というか、働くっていう状況しか許しませんみたいなとこあるんで、うん、虎ノ門な、虎ノ門はやっぱりなんかアフターファイブになると急に飲み屋街みたいな飲み屋街っていうかアフターファイブの街っていう感じにガラッと変わるのが面白いっていうか、そういう意味では勤務時間中にオンオフするみたいなことは許さず、アフターファイブになったらきっちりオフにしましょうみたいな雰囲気を感じる街でしたね。うん、なので今後ね、もしリモートワークでなくなってまた出勤することになると、
今度はお茶の水ソラシティに行くことになるので、またお茶の水における屋上みたいなものを発見しないといけないですね。お茶の水は今結構面白いことになってて、お茶の水駅もあの歴史ある建物が解体されて駅舎がめちゃくちゃ新しくなったりとか、うん、神田川のところが工事してて綺麗になったりとか、なんか昔ながらの風景が少しずつ変わりつつあるので、もうそういうのを眺めるとか、なんならそうですね、お茶の水だともう秋葉原が目と鼻の先なので、お昼とかは秋葉原に行ったりすることができますから秋葉原のメイド喫茶でランチみたいなことが可能可能というか、たまに出勤するときはやってるんですけど、なかなかね外食産業も大変でしょうから、よいしょ、もう2005年ぐらいから行ってる店があるので、なるべく秋葉原の近くに行くとき、もしくはお茶の水に出勤するときは行くようにしてるんですよね。はい、なんか今まだ7時とかなんですけどいやそんなことないか、7時41分、7時台なんですけど、なんか暗いですね。雨が降ってるからという以上にやっぱりもう冬が近づいてきてるというか、ずっとこの程度の雨なんだったらねいいんですけど、雨雲レーダーを見てると結構ボリュームのある雲が近づいてきてますから、はあ、大丈夫でしょうみたいな感じでバイクに乗るとやばそう。はあ、なんか昨日大人になるとゲームが1日1時間になるよみたいななるよなるよみたいな話をしてたんですけど、昨日昼間なんだかんだでいろいろ隙間時間を使って結局5時間ぐらいゲームしてた気がするそう、 うーん、まあね、土日はねできちゃいますよね。で、何をやってたかっていうと、まあちょっとパソコンの前に座ってがっつりゲームをするみたいなのは隙間時間だと結構難しいんですよ。なのでじゃあ何をやるのかっていうと、やっぱりスマートフォンはなんかゲーム機として素晴らしいというか、まあどうなんだろう、嫌だっていう人もいると思うんですけど、スマートフォンでゲームできているせいで人生が破滅してるみたいな人もいると思うんですけど、にゃんこ大戦争っていうゲームをやってて、これがねめちゃくちゃ面白いんですよなんですかね、子供向けっぽいっていうか、多分ターゲット子供なのかな、まあ大人もやってもいいんですけど、このにゃんこ大戦争、このにゃんこ大戦争はいわゆるあのタワーディフェンスと呼ばれるジャンルのゲームですね。
こちらがユニットユニットをユニットっていうのはキャラですね。キャラクターを生産して、でその生産したキャラクターと敵側から迫ってくるキャラクターをぶつけて、で勝ったり負けたりしながらその生産量を調整することによって最終的に押し切って敵拠点まで押し込めれば勝ちみたいな。何言ってるか分かりますかねそれは分かんないですよね。はい、いや、にゃんこ大戦争は本当に、なんかなんで始めたんだったかな、長男が始めたのを見て、長男がにゃんこ大戦争のガチャをやらなきゃって言っててそのにゃんこ大戦争やってるけどこれはガチャがないとクリアできないから課金させてくれみたいなことを言ってきたのをきっかけに、ガチャをしないとクリアできないようには多分なってないよみたいな説明をしたんですよね。そしたら、いやそんなことない、絶対これはガチャをしないとクリアできないって言うから、いやいやそんなことはないんじゃないみたいな、なんか水かけ論みたいな感じになっちゃって、分かった分かった、じゃあここをわしが無課金でクリアしてみせるよみたいなことを言ってしまったがゆえにその無課金でもいけるということを証明するために始めたら、多分今ではわしの方がハマってるみたいな。うん、実際めちゃくちゃよくできているゲームだったなと思いますね。ガチャは別に無課金でも引けるということが分かりました、ここまでやって。はい、なんかこういうスマホのゲームって大体その毎日ログインするごとにいわゆる石石スマホゲーム界では石がお金なんですよね。石器時代みたいですよね。石器時代に本当に石を通貨として使ってたのかどうかは知りませんけどあのでかい石の輪っかみたいなやつをお金にしてたって本当ですかねとても信じられないんですけど、まあそれは置いといて。マイクが落ちてた、よいしょ。はい、スマホの世界では石がお金なんですけど、毎日毎日石がもらえるのが普通なんですよ。なので毎日もらえる石とか、あとは記念日記念日、にゃんこ大戦争は毎月22日がにゃんにゃんだからだと思うんですけど、記念日として石がもらえるみたいな。そうやって毎日コツコツ活動しているともらえるログインボーナスを集めるとガチャを引くことができるわけですよ。で、課金要素、要するにリアルマネー、円、ドル、ユーロを使って石を買うこともできるんですけど、それは要するに時短なんですよね。いわゆるスタミナっていう要素もあって、1日にゲームができる回数というか、1ゲームやるたびに消耗するポイントみたいなのがあって、そのポイントも時間経過によって溜まっていくんですよね。1時間1分に1ポイントとか2ポイント溜まっていって、100ポイントないと1ゲームできませんみたいなシステムになっていて、それも石で解決できるわけですけど、それも時短ですよね。
リアルの時間を時短するための要素だから、時間さえかければ大体のことはできてしまうというのがスマホのゲームのよくあるパターンですね。まあちゃんと計算すると、素直にそういう時間をかけてやってると、いつまで経っても最終面に行けませんよみたいなものもあるかもしれませんけど、にゃんこ大戦争に限って言えば最後まで行けそうですね。今もう半年ぐらいかなやってるんですけど、多分もう中盤は超えて終盤に差し掛かってるうん、ストーリーってあるんですよ少しはにゃんこが世界や宇宙を支配するために勢力を拡大していくんですけどにゃんこ大戦争ってそのタワーディフェンスの中でもシンプルな設計をしていて、次元が、でもそっか、タワーディフェンスってよく考えるとそうかな、次元が1次元なんですね。1次元ってどういうことかみたいな話、にゃんこの絵があるので2次元じゃんみたいに思うかもしれないんですけど、そう、キャラクターは2次元なんですが、ゲームは1次元なんですね。つまり直線上で行われるゲームなんですね。向こう側から敵が来るっていうのも、直線上をその点が迫ってくるわけですね、こちら側に。だから X 座標しかなくて、でこちらがまあ X100 で向こう側が X0 だとしたら、0からだんだんX が 1,2,3,4,5 っていう感じで敵が迫ってくると。でこちらは X100 からキャラクターが発生して99,98 みたいな形でどんどん0に向かっていくと。でお互いにキャラクターがその直線上を進んでいってどこかでぶつかると、そういう風なゲームになってるわけですね。まあ、それがよく考えるとタワーディフェンスってそういうもんだなっていう、だから避けていったりとかっていうのは基本的にはできないんですね、ぶつかると。しかもジャンプしたりとかもできないわけですから、自分のやることはキャラクターを生産することだけなので、本当にタイミングだけなんですよね。こちらから向こう側へ迫っていく点の感覚しかこちらのコントロールできるものはないと。感覚と種類ですね、なんかそのシンプルさがハマる要因なんですかね分かんないですけど、いやーよくできてるんですよ。まあじゃあやんちゃクラブでにゃんこ大戦争動画とか出すかっていうと出さないですけどちょっと今すごいやべえ、にゃんこ大戦争でどんだけ長く使ってるんだ。はい、まあそういうわけで、なんか一日1時間だけって言ってる人もスマホがあるとたくさんやっちゃうねみたいな話でしたこれぐらいにしとくか。なんか雨が強くなってきてカメラが被弾し始めたじゃあ良い休日を